今のところ少し柔らかく表現して。はい。あと B メロ4小節目、もっともっと気持ち殺して。はい。お、やってるやってる。違う。すいません。相当気合入ってる様子だな。出来上がりが楽しみだぜ。いや違うな、あれはキリウスは相当じれてるんじゃないかな。だからそこはそうじゃないんだ、もっと詩を理解して。すいません、他にどう歌っていいのか。私何を言ってるんだ、君ならできるだろう。マサル君、これ以上はもう無理だと思うわ。ナオ君は少し黙っててくれないか。マサル君、あと少し、あと少しなんだ。もう一度心を開きさえすれば。そうだ、ちょうどいい、この子を連れ出そう。あかり、少し僕と外に出よう。はい。レコーディング中悪いんだが、あかりを僕に預けてくれ。どこかに連れ出すの？彼女の向上心にもう一つの火を入れないとね。火を入れる？ああ、彼女自身に何が足りないのか肌身に感じてもらう。マサル君、あまり手荒なことはしないでよ。付き合い長いのにまだ分かってないんだな、ナオコ。私ならきっと平気だろうけど、あの子はとても脆い部分があるから。分かってる、だからこそさ。おい、あれ、キリュウマサルだぜ。後ろの子は誰なんだ？バーガー、この前プレス発表のあった L2 プロの秘密兵器だよ。あ、キリュウさん、おはようございます。まただ、通る人ほとんどがマサルさんに挨拶していく。やっぱりすごい人なんだわ。君はこれ以上望むべくもない環境で音楽を習い、高い潜在能力を持っている。しかし、大きく欠落した部分もある。万の言葉を重ねても理解できるわけがない。それは君自身が感じ取れるかどうかだ。言葉で理解せず感じ取る。そう。そしてここに一つの芸術ともいえる完成品がある。完成品ですか？商業ベースで売れるってことがどういうことを意味するのか知ってほしい。そして。おはようございます。おはようございます。御堂かすみだ。テレビで何度も見たことがある。あら、マサルさん、いらしてたの？一体どうして？かすみ、君の歌を聴きに来たんだよ。またマサルさんそんなこと言って、何か裏があるんでしょう。あまりいじめるなよ。ところで、こちらの方、例の子よね？ああ、まだデビュー前だけど、かすみのライバルになる立品あかりだ。そんな、ライバルだなんて、御堂さんに誤解されます。御堂さんだなんて、かすみでいいわ。はじめまして、立品あかりです。私、まだとても下手で、今日も桐生さんを怒らせてしまって。あら、そうなの？マサルさんがあなたを怒ったの？私が要求通りに歌えないのがいけないんです。私ね、あなたの歌、とても期待してるの。え、そんな期待だなんて。なるほどね、マサルさんの思惑が分かったわ。敵情視察を兼ねてあなたに。かすみ。マサルさん。あ、いや、君の歌を楽しみにしてる。いいわ、ご期待通りに歌ってあげる。でも、この子に理解できるかしら。堂々11週連続で1位をキープ。女王の貫禄で他を寄せ付けない圧倒的な存在感をアピールしています。御堂かすみで Throughout Your Love。これが君の超えるべき存在、現在の歌姫と称される御堂かすみのステージだ。すごい、なぜ歌が耳じゃなく胸に聞こえるの？Before I say
トライアングルアネーム。ダメ、あかり、そこストップ。そこはもっと聞いてくれる人のことを意識するんだ。はい。悪いが今日はここまでだ。でも私まだ大丈夫です。やれます。いや、今日はもう終わりにしよう。お疲れ。トライアングルアネーム。さあ、次はあなたの出番よ。ベスト10には入れなかったけど、頑張って歌ってきなさい。ナオコさん、私怖い。レッスン通りやるだけ。気持ちを落ち着かせて。さあ、行ってらっしゃい。はい。それでは今日のスポットアーティストです。業界復帰した桐生勝の曲を得て、突然この音楽シーンに現れた少女、